宮沢の鏡だけを体内にとはならんかったやろうし。え、ちっちゃ。これまでのあらすじ。魔王を倒す旅の途中、アイラたちは、ホムラの里の巫女、ヤヤクから化け物退治を頼まれるが、その正体は里の儀式を阻もうとする兄弟の変装だった。ヤヤクを怪しむ兄のテバを連れ、日の乃木火山へ向かった一行は、ヤヤクに退治されたはずの人食い狩りを目撃する。里に戻り、ヤヤクの社へ向かったアイラとテバは、村人たちに狩竜が生きていたことを告げるが、そこへ狩竜が里を襲いに現れる。アイラたちは、ヤヤクを人の身にした人食い狩竜の戦いを挑む。アイラたちが戦いに勝利すると、狩竜は逃げていき、里は救われる。ヤヤクがなぜ狩竜をかばったのか、謎は残るものの、一行は逃げた狩竜を退治しに、狩竜のねぐらへ向かうため、山門の鍵をもらいに、ヤヤクの社へ向かうのであった。よくぞ戻られたアイラ殿。おう神よ。この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、そっか、ヤヤクさんも食べられてしまったんやっけ。で、今から、また社に行って、鍵もらうんか。なるほどね。多分なんかおばあちゃんみたいなのにもらうんじゃないかな。なになになに？あ、夜になったん。なるほどね。もうなんかみんなめちゃくちゃ話し合いよるね。まあ、だって謎だらけやもんね。なぜヤヤク様が狩竜をかばったんかっていう。自分が死んでまで。でも結局狩竜のこと止められてないんやけどね。ここやろう？あ、びっくりしたわ。全然見えてなかった。超おった足元。お願いです。火の神様。どうかヤヤク様を極楽へと導いてあげてくだされ。ホムラの里の巫女、ヤヤク様のためなら、わしは足が使えなくなるまで、お百度参りをいたしましょうぞ。でもなぁ、狩竜にね、丸飲みされて、極楽に行ける気は全くせんけどな。旅の方よ、狩竜退治に行かれるのか。ならば奥の部屋にいる者が詳しいだろうから、話を聞いていかれよ。ハリマ様もヤヤク様も亡くなった今、もうここをお守りする意味もない。好きに出入りするがよい。奥の部屋？こっちか。ん？この扉の中かな。びっくりした。誰が一緒に来たんかと思った。兄弟一緒におったんね。うぅ、火の神よ。なぜあなた様はヤヤク様にこのような試練をお与えに。ここは事情ちゃんと知っとるんやっけ。なんでかばったかとかさ、あの狩竜の事情みたいなのとかも。オイラたち、狩竜を退治しに日の乃木火山に行きたいんだ。でも結局狩竜退治されたらね、渡してくれないかな。ヤヤク様の気持ち何も叶わんけど。ヤヤク様が亡くなった今、もうあなた方に頼むほかありません。これをお受け取りください。でもまあ人の言葉があんまり通じなさそうやし、そのままにしとったら結局暴れて、いつかは誰かに倒されるよね。悲しい。アイナは三門の鍵を手に入れた。これで日の乃木火山に行ける。さあ、早く行こう、アンちゃん。お待ちよ。真実を教えてくれる？カリウメを倒す前に、どうかこれをお読みになって真実を知ってくださいまし。倒さんっていう選択肢あったっけ。これはどうやらヤヤク殿の手記のようじゃな。日記ってこと。時折無性に大声で叫びたくなる。己の罪を決して忘れぬよう、この手記に真実を書き記しておこう。カリュウはいつからおるんかな。でもつい最近ってことか。私とハリマは人食いカリュウを退治した。これよね。ハリマの人たちがとどめとなったのだ。一回はちゃんと退治しとったんや。だがその刹那、カリュウは断末魔のごとく黒い正気を吹き上げ、ハリマはそれを浴びてしまった。
もしかしてこの時の火竜ももともとは別の人やったんかな。倒れたハリマを連れ里に戻り、私は必死にあの子を看病したが、あの正気は火竜の呪いだったのだ。ハリマの姿はだんだんと火竜に近づき、とうとう里では隠しきれなくなった。今よりまだ小さい段階の時に火山に連れてったんかな。里の者に知られたら殺されてしまう。あの大きさになったらさ、もう移動できんよね、確実に。私はハリマを火竜との戦いで死んだことにし、火山に隠すことにした。呪いを解く方法はないんかね。ハリマ様だって。まだ続きがあるみたいね。最後まで読んでみましょう。私はハリマを元の姿に戻す方法を死に物狂いで探した。方法見つけ出しとるよ。そしてついに見つけ出したのだ。真実の姿を映すというヤタの鏡。ラーの鏡じゃないよね。これでハリマもヤタの鏡、元の姿に戻れるはず。しかしいくらカリウを映しても鏡は反応せず、使う人が真の使い方が分かるその日まで、私は肌身離さず鏡を持っていることにした。え、肌身離さずってことは一緒に食われとるやん、大丈夫？だが時は待ってはくれぬ。ハリマが人の血肉を欲するようになり、里から生贄を出すしかなくなった。じゃあもう完璧に火竜になってからまだそんなに経ってないってことかな。だって初めての生贄っぽかったことない、あのおばちゃん。生贄を出すこと悩み苦しんだが、どうしても私は可愛い息子ハリマを見殺しにすることなどできぬのだ。ヤタの鏡の使い方さえ分かればハリマを救うことができる。ハリマを生かすためならば、この修羅の道歩いてみせよ。たとえどんな罰を受けたとしても。結局みんな自分の子供が一番やもんね。母親というのは子供のために自ら辛い道を選んでしまうものじゃ。でも生贄に選んだおばさんにだってさ、子供がおるもんね。辛い。苦しんだことじゃ。どっちも辛いね。そのヤタの鏡さえあれば、あるいはハリマ殿の呪いを解けたかもしれんの。だが、しかし。本当に最初期に書いてる通り、肌身離さず持っとったんやったらもうお腹の中よね。確実に。ヤタの鏡は。うん、ヤヤク様と一緒にカリュウに食べられたんだ。ハリマ様の呪いを解くことはもう。そのヤタの鏡を使える人が近くに来たら反応するとかいうことはないんかな、お腹の中でも。すべてを投げ打ち救おうとした自らの母親を食い殺すなど、あれはもはやハリマ様ではありませぬ。まあもう人の心は残ってないってことよね。ただ自らの欲望を満たすため人を食らい続ける悪竜でございます。どうかあの狩竜めを退治してくだされ。もうヤヤク様が何歳か知らんけどさ、めちゃくちゃ若そうやったけど超子供ってことやない。あんちゃん行こう。おいら先に西隣の参道にある三門の前で待ってるからな。母親と一緒に下流退治に行くぐらいやけん結構でかいんかな。ヤヤク様がめちゃくちゃ 若く見えるだけ。現実で言ったら高校生ぐらいかな。さあ倒しに行きますか。ごめん、さっきの男の子の話全然聞いてなかったや。なんて言った？先に言っといてって言われた？全然覚えてないんやけど。とりあえず三門の入り口に向かえって言ったんかな。まあ、向かいますか。あ、おったおった。後からじゃなくて先に行くって言ったんか。来たよ、来たよ。あんちゃん、来てくれたね。早速その鍵で三門を開けておくれよ。オッケー。これで前より早く着くってことなんかな。それとも全然違う場所？おいらが言っても足手まといだけど、ヤヤク様たちの結末を見届けたいんだ。さあ行こう、アンちゃん。まあレオね、自分の母親が殺されそうやったとはいえ、
ややく様はややく様で、あれってストーリーに関係あります？もしかして。なんかめちゃくちゃこっち見よるけど。え、あれストーリーかな？違う？なんかめっちゃこっち見よったけど、立って。ね、カリュウの寝床ってどこ？小結び山地にある日の乃木火山の内部に入り、奥にいる人食いカリュウを倒そう。こっちではないってことかな。で、あっちにさ、びっくりした。何？え、めっちゃビビるんやけど、やめてやもん。あ、でもあそこにも同じのがおるけん、全然ストーリーとは関係ないんかな。たまたま並んでおっただけか。え？邪魔だな、君。こっちに降りていける感じ？多分下の方なんやろ？知らんけど。あのでかい部分とかかな？うわぁ、めちゃくちゃなんか、やだわぁ。あれ、浴びることはないかな？大丈夫かな？え、これ足絶対やけどするやん。え、ちちちやぁ！わしってなった。いや、いててててて。超熱いよね。こっちか？邪魔なんですが。ひぃ。痛い痛い。え？通れんくね？これどうすればいい？大きな角を持った乗り物で突進するか、大きな体をした乗り物でパンチをすればこの岩は壊せそうだ。ほう。あ、でもあっち側をぐるっと回ったらいけるんやないん、これ。めっちゃダメージ受けよるけど。ひぃ。まあ、でもそれは後で満タンにすればいいとして。え、あれ火の粉降り注いでダメージ受けたりとかある？いやん、最初からこっち来とけばよかったよ。ね、こっち普通に通れるやん。くっそ。あ、あれやないん、カリュウ。え、あれよね。ほら、やっぱりあの、でかい場所や。待って、満タンにしとくね。賢者の聖水4個。満タン。ネコロンドンかな、あれ。もしかして苦しい？寝よるんじゃないよね、これ。あの火竜がハリマ様だなんて、今でも信じられないよ。まあね。ハリマ様は、実際に目の前で見んかったら信じられんよね。オイラにも剣を教えてくれたりして。ハリマ様はいつも言ってた。里を守るためには、どんな困難にも立ち向かわなくちゃならないんだって。でもさ、戻せるんなら戻してあげたいけどさ、でも戻ってもなんか、自分が母親食い殺したとか絶望的すぎん？アンちゃん、頼むよ！人食い火竜を、ハリマ様を、苦しみから解放してあげて！でもそのヤタの鏡がどうのこうのっていう話を見た上でさ、鏡が手に入らんなんてことある？見せんなや、その情報ってならん？手に入らんのかな？うんちと一緒に出てきたりせんかな？それまで待てんけど。油断大敵じゃ。カリーはさらに凶暴化しており、気をつけるのじゃ。はぁ、自分。なにこれ、私マルティナ動かしようんやけど。なんで？なんで私マルティナ動かしようん？これなんか切り替えとかあったっけ？あ、これで？違うな。全然マルティナ動かしよるわ。どれで切り替えるんかわからねえ。まあ、いっか、このまんまで。うわぁ。なに？やられてないよね。やられてないよね。あ、ありがとう。とりあえず自分がさ、大丈夫なんか。え？入れ替え。ね、私、どうやったら私、アイナに変われる？なんか全くわからない。まあ、とりあえず自分が回復キャラにならんかったら大丈夫やわ。回復キャラになったらちょっと私、回復のタイミングとかそういうのが絶望的すぎるけんさ、そこはちょっと、オートでさ、コンピューターにやってもらわんと。
え、フィールド上では普通にアイナ動かしてたのね。なんなんやろ。あれは一体。え、なに？このタイミングで意識戻るとか最悪よ。あ、鏡。戻れるんじゃない？やっぱり。え、でもさ、今の状態で戻ったらさ、死ぬんじゃね？普通に、そのまんま。どこからともなく声が聞こえる。反応するならも終わりだ。悪しき火竜よ。ヤタの鏡の力の前に、滅するのだ。ハリマ様？鏡反応するんなら倒す前に反応してくれたらよかったのにね。そしたら元気な状態で戻れたんやない？ん？戻った？あれ？元気？か？お、ハリマ様。元気なのでは。普通に立っとるし、元気そうやね。よかった。ようやく元の姿に戻ることができた。これでハリマ様が次、今度から、そなたたちのおかげだ。里を治めるってことかな。火竜の呪いの力はとても強く、外から八田の鏡を照らしても、その光は届かなかった。だが、そなたたちが火竜を弱らせてくれたおかげで、体内にあった八田の鏡の力が発揮されたのだ。あれ？状況をちゃんと理解してる？しかし、何故火竜の体の中に、でも意識はなかったのか。八田の鏡があったのか。母親が。あ、うん、あ、うん、言わん方がいいよね。長く火竜になりすぎたらしい。私の寿命は。え、マジで？結局？結局ダメなんや。まあでも何も真実を知らんまんま、一つ頼みを、お亡くなりになった方が幸せか。私の母、ヤヤクに伝えてくれ。これで里は救われたと。そしていつまでも幸せに。悲しい。めっちゃ悲しいんだが。でも結局ヤヤク様が食べられんかったら救われんかったってことなんよね。ヤヤの鏡だけを体内にとはならんかったやろうし。ちっちゃ。ここで火竜を見つけた時、みんなを騙してたヤヤク様を絶対許さないって思ったんだ。でもオイラが母ちゃんを生贄にしたくなかったみたいに、ヤヤク様も家族を守りたかったんだよね。これどうするんやろ。村の人たちには言うんかな。ヤヤク様とオイラ同じだね。悪いことしたとこも、家族が大好きなとこも。でもなんかヤヤク様のさ、この威厳を保つというか、まあおらんけども、でも伝えなくても伝えてもどっちでも保てるような気がするんやけどな。伝えたら伝えたでさ、やっぱり家族のためにやけん、そんなに悪くは言われんよね。みんなに報告しなくちゃな。カリュウはこの子と同じような反応になるんじゃないかと思うんやけど、伝えんかったら伝えんかったで、まあ最終的に食われて英雄ってことになるんかな。伝えなさそうやね。そうか、一食い火竜を退治してくれたか。もうハリマ様は、もう二度とこの里は火竜に襲われることはねえんだな。今回はヤヤク様が火竜に襲われて亡くなったっていう、もう見たままの感じで通すわけやね。みんな同じ髪の色や。わかりやすいね、家族って。無事でよかった。許してちょうだい。里のためとはいえ、あなたを生贄にするなんて。私は誰も恨んだりしない。もう一度この子たちを抱けるんだもの。それだけで私は幸せよ。このおばちゃんは真実知っとんやっけ？知らんのか。真実を知ったのは、手記を見た時か。じゃあ知らんのか。ヤヤク様は生贄だと言ってわしらを火竜の餌にするつもりじゃった。あの女はわしらを騙してたんじゃ。言わんかったら言わんかったで、どっちの意見もありそうなんよね。こういう信じていたおさに裏切られ、もうわしらを導く者は誰もいない。
この里は一体どうなるんじゃ。おかしいの。みんな大人なのにどうして自分のこと自分で考えられないの。まあずっとあれをね、独裁というか、ああいう状態であったらそういう状況になるんかな。自分じゃなくて人が決めた通りにみたいな。人食いカリを退治できたのはここにいるアンちゃんとやっぱりヤヤク様のおかげだよ。ヤヤク様のしたことは許されないけど、もしヤヤク様がいなかったらこの里はとっくにカリに滅ぼされてるよ。きっとヤヤク様はずっとオイラたちに悪いと苦しみながら心を鬼にして生贄を出したんだよ。オイラたちを縛るものはもう何もないんだ。英雄も神様も助けてくれないけど、これからはオイラたちで頑張っていこう。じゃあもう代わりの長を立てるとかいうこともないんだね。ヤヤク様とハリマ様の秘密はみんなには言わないことにするよ。二人はずっとこの里の英雄さ。すぐには無理かもしれないけど、これからは自分たちの力で里を守るよ。だってオイラの大好きな里だからな。うん。